Ladies and gentlemen. さあ4時になりました1月27日週末金曜日のアジクーターラジオアジラジ生放送の時間です今日も FM コザのスタジオから DJ モーリーとイラミナセイキです 始まりましたね。生放送が。間に合いましたね。えおー、セーフ。何がですかいやいやいや。何がですか <laughs> あの、1分前にスタジオ入るのはあなたにとっていつも通りのことなのかもしれませんけれども、<laughs> 今日はちょっと勝手が違いますね。焦ったないや、間に合うもんだね。 そうですねどのぐらいで着いたの何分ぐらいできたのどれぐらいですかねちょっと覚えてないですね。焦ってたみたいですね。焦ってたんで、とりあえず。焦ってるときって、いろんなものが見えてきますね。集中力が増すって言いたいわけ。もう研ぎ澄まされるというか。あ神経が。最近、ミッションインポッシブル。はいはい。旧作の DVD 視聴にめっちゃハマってまして。100円ぐらい借りれるじゃないですか。昔のやつね。それでミッションンイ ポッシブル見てて、はい、ごく新しいやつの方面なんですけど、うん、ああいうアクション系見るとさ、うん、運転しながらとか例えばこう高速道路の,この料金所でのやり取りだったりとか、はい、カード受け取るとか、うん、その一つ一つをですねアクションのなんか世界に置き換えちゃうんですよね。<laughs> 感情移入しちゃう。どういうことそれ。<laughs> 例えば、<の>例えばですけど、よくカーチェイスとかあるさ、車で追いかけるシーンとかあるじゃないですか。あ,よくあるわ。で、それでこう、運転手を見たりとか、うん、で、また、まあ、こう、ラジオの話だからですけれども、うん 映画の中の話だからですけど、例えば銃が飛び出して、バキュンバキュンやったりとかするじゃないですか。まあまあ、ありがちだわ、よくあるわ。で、どこに敵が潜んでるかわからないみたいな設定があって、ごく普通の景色なんだけれども、もしかするとビルの角の奥の方にスナイパーがいてとか、なんかいろんな歩く人が、実はおばあちゃんなんだけれども、顔をペコって剥がして、犯人がいるとか、いろんな妄想につながるわけですよ。身内かな身内かな 感情移入しやすいっていうんですかねアクション系特にそうですね何じゃあそのこっちに向かってる途中もミッションインポッシブルのあのテーマ曲が流れてたわけだ頭の中ではねイーサン・ハンとなってましたイーサン・ハンとなってたわけあっそうまあまあやることチャッチよウインカー変えたりとかパーキング入れたりとかその辺ぐらいしかやらないですから後ろの車どっからついてきてるのかなって気になってたんだ やかましいよ、や話長くてあんまり入ってきてないよ、や、そして。<laughs> 早く始めなさいよ、もう。さあ、あの、週末金曜日ですけれども、<は>い,いよいよね、旧正月が明日に控えていて、<うん S 2> ま、今日はあの、ま、旧暦で言う12月の31日で、年のゆるという、 うんうん、ことででもあるんですね、うん、まあ漁師町以外のところではそんなねこう旧正月何かやるっていうわけじゃないと思いますけどまあそうだね沖縄では糸満とか、うん、あと離島の一部かつんとかねあまあ北部の方とかね、うん、そういったところには端っこでしょう要はその港町そう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 ,そう,うん、うん、端っこっていう言い方もあれですけど <laughs> まあでも九正だからね沖縄にはちょっと大事な行事の一つになりますから今日からバタバタしてる人多いんじゃないのそうでしょうねきっとねただ この暑さというね。暑いよな。今日、死に暑いよな。23度ぐらい行ってないけど、何度ですかね、今日ね。あ、21度か。ええ。もっと上がってそうな感じしますけどね。体感温度はだいぶあるよ。うん。俺、久しぶりに車のさ、クーラーのやつ、ブルーってやったもん。ああ、もうひねった。あの、いつもヒーターだけど、冷房に行ったもんな。ああ、まあまあまあ、そう。天気がいいのはいいことですけれども、週末だからね。明日以降さ、23度とか。 24度ぐらいまで上がるらしいですよ。うん、あ、そう。う,んま、うん。まあ、うん。まあ、いいでしょう。わからん。<laughs> なんとも言えん, <laughs> ん,言えん。寒いのもいやいやずっと行ってきたし。<laughs> 振り返ると。<laughs> 振り返る。うん、ずっと行ってきたからもうよしとしよう。 なんといってました産業祭りが沖縄市で開催されるんでそうなんですよね産業祭りの時って結構寒いんですよね毎年イメージあるけどな、まあ、小雨降ったりもしましたけど今年はもう晴れ間の中できそうなんですよねあまあいい週末になりそうではあるわなうん <laughs> ちょっと1月っていうことを忘れちゃいそうだけどね暑いね、うん、まあ言ってもまあお出かけ日和じゃないですか、はい、週末イベントもたくさんありますからまあ後ほどね、はいえー、沖縄市内のイベント情報と、えー、天気も合わせてお伝え していきたいと思いますアジクーターラジオ週末金曜日今日も生放送スタートです オフスプリングのナンバーでプリティフライをお送りしました。アジクーターラジオ、この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、株式会社ティーダカンカン不動産の提供でお送りします。 ラジオネームアファイスイートピーさんからメールが来てるんですけど、はいえー、DJ モーリーは何を話してるんですか笑て言てきてて <laughs> 一瞬見間違いかなと思っちゃったんですけど <laughs>、あのー、ミッション・インポッシブルの影響を受けて高速道路運転してて、えー、いろんなものが、あのー、なんて言うんですか敵に見えたりとか味方に見えたりしてたっていう妄想の話ですよね。はい はい、そのあなたの妄想の話を熱く長く語るもんですから、はい、聞いてる人、こいつ何喋ってんのかなっていい <laughs> ういうううううそそここととですよなななんんんだなんだだ、まあ、確かに映画見たばっかりとか、はい、あえ影響受けるわ、特に男子は温度差ありますからね温度差ある温度差ある本当ね、ルパン三世なんて見た日には、うん、泥棒だったろうかなと思うぐらいですから。 <laughs> あ、ルパン三世かあんなのめっちゃ影響される、まあ、あのミッションインポッシブルも影響されるけど俺もまあちょっとね、うん、こう撮る的なちょっと簡単なスパイグッズ作ってみようかなと思うもんなあれちょっとね、うん、びっくりするよねしかしね映画の中でさ、うん、コンタクトをこうはめるシーンがあってで、一回めなんていうのウインクすると、うん あの記録されて<ー> 2>, 2回記録すると写真が撮れるみたいなそういうシーンがあったんですけど、うんうん、今それでしょ時代的にありえると思うねっ、うん、俺は昔からやってたけどねそれ何をあウインクウインクっていうか目のシャッター的なやつはおおどんなどんなだからあのほら女性がお,<う>おって思った瞬間に めっちゃめ目パチパチして、<laughs> その映像をもう写真のように頭にの、なんか焼き付けて落として。そう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 。一回も成功したことないですけど。忘れちゃうけどすぐ。これでもあれだね。うん、そういうのが、あの、販売、実際販売されたとかすると、うん、あまたこの人目パチパチしてるなとか。ずっとやるはずな。気になってしょうがないやつな。あれ、でも本当に映画の中の話が実際に起きる時代来ると思うからね。うん、怖いよな。 マジで何,何があったのあの言ったらドラえもんの世界もそうじゃないですか。お<ー>あ,あれちょっとぶっ飛びすぎてるけどだから何どこでもドアとかさ、うん、タケコプター的なやつは、うん、まあ言ったらタケコプター的なやつはできてもおかしくないと思う。お一応ね ドローンに人乗っかればいいんでしょ要は。ああ、そっかそっか。ま、あ頸椎に問題があればね、あれですけど。ここはクリアしないといけないけど。うん、なんかあんじゃないのわかんないけど。ちょっと面白そうですけどね。バックトゥザフューチャーなんかもね、えー、三十数年ぐらい前の作品だと思いますけど、もうそれも言えば、ホバボートだったりとか、いろんなの出てますからね。ナイキが自動で閉まる靴を。靴とかね。販売しましたし、販売っていうか作りましたしね。あれ、バックトゥザフューチャーやったな。 あの火薬よ。うん、火薬2本引いてから。ほう あの、車置いて、火つけて爆発させるっていうのをなんか、小学校の時にやってたような気がする。あ、これ小学生レベルの話ですね。そうそうそう。<laughs> 今、俺38の俺が火薬をよ、みたいな話したら、ちょっと話でかくなりそうな気がするしね。そうですね。別室で話しますね、これで。そうですね、そうですね。はい、軽犯罪になっちゃうからね。あ<ー>まあまあ、そういうことです。だから、あの、まあそういうのも真似したりしたな、つってね。振り返るとね。あ<ー>あったわ、あったわ。あ<ー>さあ、今日の番組のテーマなんですけれども、はいはい、えー、 見間違いとどうですか義母さん目いい方ですかうん最近ちょっとねあのえって思うぐらい視力が悪くなってるあうんえ何それ最近から悪いってことなんかあのナンバープレート見えるか見えないかでいつも基準にしてたんですけどあ車乗りながらかなそう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 ,うん、うん、で右と左っていうのが結構その視力の差があってはいはい 効き目の右は良かったんだけれどもっていう状況だったんだけど、うん、最近、あれちょっとボケてきてるなっていうのがあって、うーん40手前のやつなのか、それともなんかね、うん、携帯の見過ぎなのかなと思って心配しております。うん、携帯とかは影響あるかもしんないね。うん。わかんないけど。でもあなた、メガネないっすよね。メガネうん、メガネ持ってないよね。ない,ないない。ないない <laughs> そうそろそろですよそろそろ眼鏡が必要な眼鏡が必要な <laughs> 遠近が必要になってくるかもしれませんよあの <laughs> 遠近両<療>用通販通販のわ <laughs> まあでもほら、まあ、視力なんてもんはね小さい時から悪い人もいればずっといい人もいるわけでうん、まあ、年齢重ねれば悪くなるのが普通なんでしょうけどね、うん、僕なんかもでもちょっと目悪いですからねあそうですかでも悪い悪いってもデイジ悪いわけではないですようん あの、ギリギリメガネが必要なぐらい、運転に。あじゃあ、あのー、まあ、免許更新行っても、引っかからないぐらいだ。え、引っかかるぐらい。うん。ギリ引っか,かる。調子良かったらクリアできそうな感じ。だけど、まあ、まあ、わざとメガネ持ってくよ。<laughs> あ、なるほど、ね。メガネ持っていって、ちゃんとやりますけど、はいはい、そこは。うんうん、メガネってもう変えてあるから、一回。うん,うん、うん。それが、ま、急に。 よし、今日見え、今日見えますとか言われてもダメですとか言われるんだ絶対。あれな、<laughs> あの、右だはずなとかって思いながら、右って言ってる時はありますよね。俺さ、ちょっと話せる、まだ。はい、あの、免許更新の視力測るやつでさ、一<う>回めっちゃ怒られたことありまして。ああ、検査官に<ー><う>下切れられた場合やな。<う>それが、何のことはないのよ。あの、右だろうなと思って、<う>当てずっぽで右って言ったわけ。うん。 したら右じゃなかったのよ。はいはいはい。違いますねって言われて、俺思わず嘘って言ったわけ。<laughs> 右だと思ったのよ。嘘って呟いたら、下切れられてから、嘘じゃないよお前つっ,って。真面目にやりなさいよみたいなことを。 <laughs> 説教ですよ、それまで、俺はこの変なのに、顎乗せた状態で説教される、いや、この検査やってる方からすると、<laughs> <ー>あなたの世代はもう、孫に当たると思うんですよねまあまあまあそれはもう先、もう先輩でしたよ、それは年齢的にはね。ねなので、その辺この言葉遣いだったりとか、相づちで、ちょっとカチンときたんじゃないですか、やっぱり。あちょっと触れちゃったのかな、うん、彼のなんかイラ、いらっとするポイントに。うん、わかりませんけど、それ、そんなもんさ、怒らんでよって思うじゃん。<laughs> <laughs> <laughs> えでもあれちょっと緊張感あるやつさ怒られたことはないけどあ、まあ、確かに視力検査ってちょっと緊張するよね、うん、あの普段やらないから、うん、だから最近のすごいよあの自動でピッ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 みたいな感じで視力を測ってくれる機械とかあるから、うん、眼科に行ったらちゃんと水平線の向こうに気球がちょっと浮いてるみたいないつもその絵なんだけど<う>それをこう目多分どういう仕組みか分からんけど目でこうボヤンボヤンって。 この、絞り合わせたりとかするんかなそうそうそう。やると、<ー>多分、この人の名は視力何点なんだろうなみたいなのが出るらしくて。おんおんおんなるほど。インチキできないんですよ。いや、これはもう格だ。運が使えない。<laughs> <laughs> 下とか。四 <laughs> 択じゃないんだ。僕も怒られない。<laughs> そ,う <laughs> そういうことですよ。 まあこの辺のね、あのー、はい、免許を取るときに関しては、うん、やっぱりその辺も当てずっぽではなくて、正確に見えてるかどうかっていうのをくぐり抜けて、うん、免許更新ですからね。その通りです。はい。もう見えないものは見えないと、言わないといけないわけですね。はい。はい、ちゃんとしてくださいよ。<laughs> もう大丈夫ですもうずっと前の話だからこれ。わかりました。はい。さあ時刻は4時18分になりました。続いてはメッセージのコーナーです。 さあ今日もやってきましたメッセージのコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りします。えー、今日の沖縄タイムスのですね、芸能エンタメのえ中から紹介していきますが、演芸集団 FEC を運営する有限会社 FEC オフィスが音楽レーベルをスタートさせるそうです。来月から FEC 所属の若手芸人ユニットや人気急上昇中のキャラクター、 五役 A 賞が相次いで新曲をウェブ配信します。レーベル名はクワッチーノイズ。お笑い事務所のレーベルという強みを生かし、ウィットとオリジナリティに溢れたコンテンツを発信するということです。第1弾アーティストのハイアップローは若手芸人の KY デンジャラスクータ進化、デコボコトラベリングの3組によるユニットだということです。 2月22日のハイアップローに続き、6月、12月にシングル曲を配信。2018年春に CD アルバムのリリースを計画しているということです。はい、はい、ということで、えー、まあお笑いの集団、演芸集団ということで、うん、FEC さん、もうイメージではもうお笑い芸人が、 たくさんいらっしゃってて、はい、テレビ、ラジオで活躍も引っ張りだこの、えー、まあ、タレントさんというかね、うんうん、芸人さんがいらっしゃる、そんな、まあ、事務所のイメージがありますけれども、売ったうん。CD 販売に至るということですね。驚きましたね。うん、あのー、先日、はい、FM 講座に、うん。五百栄翔先生がいらしてたんですよ。ほう。あの火曜日の 前代みすずちゃんの鈴ずカフェにゲストで来ててうん、うん、僕たまたま打ち合わせあったんで小座に来たらはい,、はい、いらっしゃいまして<う>「あっしょ先生」っつって<う>「はじめまして」って言ってちょっとお話しさせていただいたんですけど<う>あのーギ,ャまあ、ギャグでっていうか彼のなんか CD は出してないらしいんですけど「金沢コーヒー節」っていう金沢コーヒーヒ節 <laughs> いいですね,いいですね歌があって、えー「それ CD 売られてるんですか?」 って聞いたら「うん、いや CD は出てないね」っていうふうに <laughs> おっしゃられててでその時に実はいや実はあのー、曲出すんですよとはい,、はい、いうことをちょっとちらっと言ってたんですよ<う>で詳しくはちょっと伏せますけどもおうおうだからまあそういう話だったんだなと思って今日改めて頑張っていただきたいと。タイトル何 あ,あのねタイトルはまだ分かりません、うん、あの「金沢コーヒー節」はその栄翔先生の中の持ちネタでしてええええ いや、できれば、そのタイトルで、出してほしいね。<laughs> まあ、そうだ、そうだね、その希望もあるっちゃあるけどな。うん、ありますけれど、まあ、ちょっと楽しみしたいです。あの、ちゃんとした人が、曲を作るらしいですから。ああ、そうですか、はい。そういう話されてました、ね。ああ、楽しみですね。でも、ね。楽し,楽しみ、楽しみ。どんな、まあ、音楽っていうかね、<laughs> えー、曲調だったりとか、ジャンル何なのかなとか、いろいろ考えますよね。ねえ、まあ、でも、こうやって、お笑い芸人の方々ね、活躍されてますから、ここで一丁。うん、歌でも出して、またヒットすればね、はい、ちょっと沖縄も盛り上がると思います。 うん、楽しみですね。ちなみに、この五役詠章さんの曲なんですけど。三、はい、月の下旬にリリース予定で。うんうん、ええー、五役さんがまあ作詞をしまして。うん、若手沖縄民謡歌手の与那覇徹さんが,作があ。あ、そ曲を手掛けると,いとい、ね。そうそうそう、言ってことらしいですね。あ、出てますか。出てますね。はいはいはい。<laughs> じゃあ、よかったら、ね、言ってね。うん、いや、これちょっとまた幅が広がってきますね。ね<ー>。うん。 どうなるんだろうな面白いなまああのことラジオ番組に関して言えばですよ、うん、そういったあの提供できるお送りできる曲が増えるっていうのはありがたいことなんで、うん、ねちょっと話題に乗っかりたいっすね、うん、僕らもね、うん、えー、FEC で「ショータイムということで「ショータイムのショーが笑いとなっております今日の「沖縄タイムスの、えー、芸能エンタメの中から紹介いたしましたメッセージこのコーナーは「アイレディースクリーニック」の提供でお送りしました さあ今日の番組のテーマ見間違いということなんですけれども見間違いってするんですかいや最近しましてですね、うん、那覇でちょっと仕事をしてたら、うん、国際通りですけど、うん、あのー、観光客多いじゃないですか那覇ねうんでおそらく観光客の方々10名いるかいないかぐらいの団体が団体が 歩道でちょっっとあの集まっててな、うんだろうなって見たらちょっと距離離れてたんですけど、うん、1>, あの1人真ん中に人がしゃがみ込んでて、はい、その人を囲んでこう人が十数名ぐらい10名前後ぐらいなるほどおそらく観光客の方だと思うんですけどはい、はい、集まってたんですよ。ほ<う>で女の人がしゃがんでると思ってな、うんだろうなと思ってちょっとじっと。 見見ててたんんですよねみんな見てるからそこを中心にじっと見てるからはい、はい、なんだろうな,なんかこの、まあ、女性がしゃがみ込むって言ったら具合悪いか泣いてるか<う>そあのずっとしゃがんでるから動かずに。泣んだろうなと思ってちょっとちらってーって見てたら、うん、ベビーカーだったんですよ。<laughs> え <laughs> いや 女の人がしゃがんでると思ったらベビーカーだったんですよ。ああ。で、この10名ぐらいの人はわかんないですけど、ただベビーカーを中心にして次どこ行くみたいな話してただけだと思う。わかんないですけど、近くまで行かなかったから。はあ、はいはいはい。だからね、僕も目悪いもんですから、<ん>そういう見間違いちょいちょいやるんですよ。ああ、なるほどね。お,<ー>お腹空いてて空見たらパンに見えたとか。それないですけど。<laughs> <laughs> いや、あの例え今尻下手じゃなかったか。いや、<laughs> なえそんなメールヘンチックなこと言うやつだっけ言う,言うああ,あの、たまにさ、うん、フェイスブックとかツイッターとかの画像で、はい、チワワかブルドッグか何か犬種忘れたんですけど、うんうん、その犬種がもう何十頭と集まってる写真があったわけ。はい、これパッと見、から揚げに見えた人はストレスが溜まってる人でするとかっていうのがたまにあるわけさ。 これが揚げたての唐揚げに見える人はあのストレスが溜まってますよとかって落ちたわけさはい、はい、でどうだったのあのたストレス溜まってた唐 <laughs> 揚げに見えた唐揚げに見えた <laughs> ひどい話だなこれ <laughs> よく SNS でこれ見えたらこういう人みたいな出てくるよねありますよねあれもかつくよな見える場やな、うん まんまと見えちゃうからなそいったその視覚的な効果のうんぬんもまあさることながらちょっと視力弱いものですから見間違いみたいなだからあの車とかであのんか見られてると友達かなって思ってああはいはいはいこっちも見ちゃうんですけど視線ねそうそう全然知らない人だったりするんですよ。ましてや手振られて「俺か?」と思って「おい!」 誰だったかなと思ったら僕じゃないとか、うん、そういうことが